前回の続きからやっていくよ。今回はゴールド目標達成を目指す。前回も確認したが、1万ドルの収益を上げるのはなかなか難しそうだな。ここだけ見ると4000ドルを超えているので、あと少し頑張ればなんとかなるかも。だといいが。一応内訳も見てみるね。支出はしょうがない気がするのでいいかな。収入の方はショップの方が全くだね。ここを見ると寄付の重要性がよくわかるな。この辺りを改善していくかな。じゃあショップを建設していくよ。いろいろあるな。フード、ドリンク、インフォメーション。グッズショップがいいかな。どこに配置しようかな。トイレの隣とは。だって詰めておきたいし。あとドリンクとフードも配置しようかな。飲食は重要だからな。お店は固めておいた方がいいよね。そうだな。あと販売員を配置しないとね。ショップを配置した時点で雇うことになる気がするな。あと勤務エリアの見直しだね。これぐらいでいいかな。すごい行列になってる。道が狭いのにこれだけ人が集まると通れなくなるな。ショップの近くにゴミ箱を配置しておこう。ホスピタルの時もゴミ箱は重要だったからな。とりあえずリサイクル用と普通のゴミ箱を用意するね。日本のような組み合わせだな。この行列はやばいね。ショップの位置を後ろにずらした方が良さそう。いきなりやらずに一時停止してからでよかったのでは。うまく歩道が引けない。だからこそ落ち着いてできるように一時停止だな。そうなんだけどね、つい癖で。改めて歩道を引くよ。グッズショップは位置が悪いみたい。これで OK。 それなりにスタッフも増やしたし、新しいスタッフルームを作るよ。見えないところで何人か雇っているからな。これでいいかな。飼育小屋も建てないと。飼育に行くのが大変だからな。スタッフルームの隣でいいかな。これで OK。 兄が病気にかかっちゃってる。サルモネラ菌だな。獣医に研究させた方がいいな。サルモネラ菌の研究を始めよう。これでしばらくは待ちだな。ちょっとこの道幅の改善をしないと人が通れないね。フェンスを後ろに下げて道幅を広げよう。うまくできてないな。この辺りもなんとうまくできるようになりたい。結局一個一個対応してるし。今はそれでもいいんじゃないか。角の部分が甘くいかないな。これで道幅は OK。 あとは歩道の見直しだな。これ単純に道幅を広げる方法ないのかな。うまく引けないんだよね。この辺りは方法を調べておく必要があるな。ちょっとネット見ただけでは分かんなかった。結局消して引き直すことにするよ。今はそれが無難だろうな。一旦よしとしよう。狼が逃げ出したみたい。緊急で確保した方がいいな。なんかフェンスにめり込んでいるみたい。というよりフェンスが破けたんだろう。園内がゴミだらけになっているようだな。確かにゴミが結構落ちてそうだね。フードショップとかドリンクショップを作ったせいだな。ゴミ箱を設置したはずなのに。食べ歩きが OK なんだろう。とりあえずゴミ箱設置かな。ゴミの落ちてそうな場所にゴミ箱を設置して、これでいいかな。まだ入園料が安いみたいだから値上げするね。お金を稼がないといけないしな。一気に上げると不満が出そうだから。こんな感じでいいかな。新しい獣医外科も作っておこうかな。ちゃんと効果は分かっているのか。なんとなくだけど。
わかった。後で調べておくよ。そうしなさい。現在の利益はこんな感じ。ちょっと厳しそうだな。苦くてこれならいけるんじゃない。どうなんだろう。とりあえずお客さんに悪影響を出してるところを見直すよ。研究センターと飼育小屋だな。後ろにスペースがあるから下げるよ。お客さんの動線からは外れた方がいいからな。こんな感じでいいかな。兄があまりにも脱走するのでフェンスを高くしてみようと思う。それで効果が出るかはわからないがな。とりあえずやれることをやるよ。また病気か。固定液が出ているな。これも研究するか。これも研究成果が出るのを待つだけだな。雨のところっていつも問題が出てるな。川のところが真っ赤だな。じゃあ川そのものが悪いんじゃ。さて利益は改善したかな。全然ダメじゃないか。収入は増えてるんだけどね。一応改善してるじゃん。1万ドルは遠いな。利益の改善のためにちょっとした広場を作りたいな。行列が思った以上にできてしまうので広場にショップを集めた方がいいだろうな。そう思って広場を作りたいんだけど、なかなか綺麗にできない。これも一時停止してから落ち着いて作った方がいいんだがな。この癖は治んないね。どうやってもいい形にならない。作り直すぐらいの気持ちがいいんだろうな。一旦これでいいことにしよう。今度は人の多い歩道の見直しをしよう。フェンスを選択するのも難しいな。フェンスを全体的に後ろに下げて、どこを選択するのがいいのか分かんなくなっちゃう。サンドボックスでトレーニングした方がいいかもな。いつもぶつけ本番でやってるからね。そっちの方が初めてやる人と同じ立場に立てるじゃん。もうこれでいいかな。雑だな。今ある歩道を削除して引き直すよ。とりあえず広い道にはなりそうだな。幅は6メートルで行こう。強引だが広くなったな。さて現在の収支だけど、やっぱり赤字だな。プラスになるまでは遠いな。南アメリカマイソンが縄張り争いをしてそう。ちょっと子供も生まれて狭くなりつつあるようだな。ちょっとかわいそうだけど間引くかな。どうするつもりだ。トレードか野生か。野生に返すことにするよ。ポイントももらえたな。トレードで有効に活用するよ。スタッフも増えてきたからルームを追加するね。スタッフの負荷もずっと高いからな。少しは改善してくれればな。まだこれでもスタッフが足りないのかもな。そうなのかな。様子を見ながら対応するしかないな。お金を増やさないといけないからショップを建てるね。そうだな。後自動販売機も。ゴミ箱も忘れずにな。雨の調子が一向に良くならない。問題の対処の仕方が間違ってるんだろうな。やっぱりそうなるのかな。とりあえずトレードセンターに移すよ。さてワニがいなくなったので新しい動物を受け入れよう。何がいいかな。おとなしそうなセーブルアンテロープにしよう。ワニよりは難しくないかもな。案内の看板もワニからアンテロープにしておかないと。スピーカーも忘れずにな。もちろんだよ。今まで結構忘れがちだったがな。それは言わないで。アンテロープの環境も見直しておこう。今までがワニ向けだったからな。アンテロープって下みたいなものかな。そうなんじゃないか。気になるならズーペリアを見たらいいじゃないか。気が向いたらね。放っておいてもやり続ければ知識は勝手に身につきそうだが。その頃にはうまくできるようになってるかな。一旦この辺でいいかな。ゾウガメも環境を見直そう。動物がストレスをためると来園客が騒ぐからな。ついでに研究もしておこう。今まで研究してなかったんだな。それどころじゃなかったからね。とりあえずシェルターが足りないから追加かな。
寝床ちゃんと作ってあげよう。今まで細かいところまで対応してなかったんだ。これで環境はマシになったかな。ナンパ狼が逃げ出したみたい。結構やばいんじゃないか。あ、みんな逃げてるね。逃げてるね、じゃねえよ。とりあえず獣医は手配したから。狼が走っていくね。早く追いかけて捕まえないと。完全にフェンスが壊れてるね。中にいる他の動物が逃げないようにしないとな。おい、フェンスをいじっている場合じゃないぞ。だって気になるもん。ちょうど麻酔銃で狙ってるところだね。うまく捕まえることができたな。これで一安心。まったく。まだ入園料は安いみたいだね。その言葉に甘えて値上げした方がいいな。もう資金が2万ドルを切っているぞ。本当だ。思ってた以上に状況が悪い。これはやり直しが必要か。これまでしてこなかったショップの研究をやるよ。一度土産物ショップはやったよな。さらにレベルアップを目指したい。あれ配置できない。どうやら整備士のレベルが足りないようだな。しょうがないので他の研究をやってもらおう。スタッフのレベルの上げ方を調べておかないとな。もう一人も配置しておこう。なんかソウガメがストレスを溜めてそうだから、お客さんの視線から避けられる空間を作ってあげよう。どうするつもりだ。お客さんが集まっているところのフェンスを高くしてあげようと思う。その前に案内板とかを他の場所に移すね。準備 OK。 フェンスを高くしていくよ。相変わらず上げるのに苦労しているな。これでも慣れてきた方だよ。とりあえず視線を遮るスペースができたかな。なんかゴミ箱が倒れてる。壊れてるんじゃないか。そうみたい。取り替えておこう。これでいいかな。4月の状態でこれだけの赤字か。本当にやばいな。なんとか改善する方法を考えないと。破産して終わってしまいそう。まだ最初の動物園なんだが。あれ、飼育員が一人ポツンと立ってる。歩道がおかしいことになっていないか。本当だ。歩道を引き直した方がいいな。もしくはゲートの見直しか。歩道の方で調整するよ。歩道はうまく引けないね。歩道の引き方は別途勉強だな。ゲートの方を移動させるよ。繋がってよかった。ヌーのスペースが狭くなってきたので広げていくよ。おそらく出産で頭数が増えたんだろうな。まずは歩道の部分を削って、フェンスの部分を外に広げる。強引だな。ヌーがフェンスの外に出ちゃってる。脱走されたようだな。飛び越えてる。フェンスが引っかかったようだな。どんどん飛び越えられちゃった。こっちの方が可愛げがあっていいかも。そんなことを言っている場合じゃないだろう。とりあえずフェンスを見直すよ。フェンスは高くしておいて。飛び越えられないようにな。わかってる。柵はガラスでお客さんから見えるようにしておこう。それでいい。このギターの慣れが必要なのかな。だろうな。逃げちゃってるけどエリアはこれでいいかな。資金がどんどん減っていくな。ワークショップで街ができているみたい。さっき二人に研究を依頼したせいだな。一つしかワークショップがないせいか、一人はキャンセルしておこう。アンテローブの環境も改善しないと。とりあえず川の部分はもういらないのでフェンスで区切るかな。少なくとも水場の部分は改善されるかもな。ぜひそうなってほしい。今後はちゃんとスペディアを読んでから対応しないとまずいかな。ちょっとワニには申し訳ないけど、ちゃんと飼育できないのでトレードに出しちゃうね。動物を飼うときは覚悟を持って対応しないとな。
空いたスペースに綺麗な広場が作れるか試してみるよ。そうだな。訓練がてらやっておいた方がいいだろう。まずグリッドで作れるようにして、角度が悪いな。角度を90度にして、やっぱり綺麗にならない。45度にしたらうまくいった。一つ目の配置の仕方が重要なんだろうな。ちょっとそれっぽくなってきた。あとはうまく広げていけるかだな。余計な歩道を消して広げてみるよ。これは綺麗な形になった。あとはどうやって本線とつなげるかだな。歩道に勾配がついちゃった。その勾配を直さないとな。面倒だから前の歩道も削除しちゃおう。勾配がついたままになっているぞ。今直した。やっぱり歩道は難しいね。サンドボックスで練習が必要だな。これでは前と同じ状態だな。とりあえず広場とつなげるか。作った広場に ATM を設置するよ。これでお客さんもお金を使ってくれそうだな。お金がなくなったら帰るしかないからね。こっちのショップの近くにも ATM を設置しておこう。この考え方は有効なんだろうな。買おうと思ってお金がなかったら辛いからね。もう少しお金を増やすためにも募金箱を増やそう。収支で見ると寄付の金額が一番大きかったからな。そうだね。日本ではあまり見ない気がするね。市内全よりやる偽善だね。収支状況をチェックしようかな。一応今年は利益が出ているようだが、去年と一昨年は赤字だな。うん、改善できるのかな。ここで投げずに最後までやってみるべきだな。そうだね。アメリカマイソンがそこに逃げちゃった。相変わらず脱走されてるな。やらないといけないことが多くて他のことに気を回せない。やはり一時停止を使って落ち着いて考えるべきだな。お説教はいらない。ほら、自然とフェンスの中に戻ってきてるし。偶然だな。運も実力のうち。おい、自動販売機が故障しているぞ。じゃあ修理を依頼しとくね。お金はしょうがないけど、最後の一種類の受け入れをやっていくかな。ワニがうまくいってたら必要なかった作業だな。あれがあんなに難しいとは思わなかったもん。というより地形変更ができないのが痛かったな。できたら水場を作れたのに。キャリアモードだからしょうがない。ちなみに今回はキリンに下で囲えたよ。少しマシになったな。今度は何を飼育するんだ。そうだね。できる限り扱いやすそうな動物にした方がいいぞ。そうしたい。クマかな。それ以外は新しい動物いなさそうだし。クマも難しそうなイメージはあるな。クマが来るまでエリアの整備をするよ。まずは餌と水だね。あと案内板を設置しておくかな。そうこうしているうちにクマが来たな。あとはクマの案内にして。また電力が来てないぞ。後で見直しておく。収支は持ち直してきたな。目標金額まであと少し。諦めなくてよかった。アメリカマイソンがストレスを溜めてるようなので環境を見直すよ。まず隠れる場所を作るために、フェンスの途中からしがらみを増やして視線を遮るところを作るよ。あと高さを調整しておけばいいかな。とりあえず視線は遮りそうだよ。やっぱりずっと見られるって辛いよね。なんとクマが脱走しているみたい。なんでだろう。フェンスによじ登れるからじゃないのか。とりあえず緊急確保。フェンスの高さが低すぎたせいかもしれないから高くしておこう。フェンスを編集して。これぐらいにしとけば大丈夫かな。多分また逃げられそうだな。やった、目標達成してる。年間収支だから今年の最後まで行かないと確定しないぞ。あと3ヶ月我慢か。クマがまた脱走している。しかもフェンスを登って降りてきたみたい。予想通りか。とりあえず緊急確保したから、戻す前にフェンスを登れないようにしておかないと。今気づいたのか。しょうがないよ。
飼育して初めて気づくことも多いし、フェンスは登れないようにして、あとお客さんに見えるようにガラスのフェンスにもしておこう。これで一旦大丈夫になったか。ちょっとクマの環境をちゃんと整えてなかったからこの際やるよ。まずは充実品の配置から。それ以外によじ登りエリアが必要なんだ。最初から設計されているものがないな。適当に登れそうなところを用意するかな。この辺りは別で作っておいた方がいいな。こういう板とか甘く配置したいけど、用途が違うようだな。とりあえず登れそうなところを用意してあげないと。少しマシになったな。あと一つ斜面を配置してみよう。これでオーケーかな。あと寝床も用意してあげよう。だいたい完成かな。どうやら目標を達成したようだな。バタバタしてたら年が明けてたね。途中ダメだと思ったけど、なんとかなるもんだね。なんと君は全てを成し遂げてしまった。そろそろ見習いは卒業してもいい頃合いだろう。いや、結構厳しい。利益目標を達成したのが特に嬉しいよ。この土地を買うのに予想よりはるかに高い金を払ったからね。そんなお金があるならちょうだい。実際の値段を聞いたら高価なペントハウスでも買ったのかと思うだろうよ。でも出費した甲斐があったよ。ヘッジファンドにこの土地を奪われるくらいなら何でもやるさ。どうやらこの土地を分割して様々な鉱物エネルギー採掘の共同事業体に売却しようとしているらしい。とりあえず目標を達成できたからここはおしまいだな。じゃあ次回は次の場所に行くね。それじゃ。